はい、こんにちは、ゆうてすのです。こんにちは。さあ、今日は石川の若手の翔神くんに参加いただいて、ストレートグラブ、変わり種を皆さんもこれを見てチャレンジしてほしいなとですね、っていう感じで、いける？いきます。もうインディーとかミュートとかメランコリーとかそういうんじゃなくて、もう変わったやつ。そうですね。うん、変わったやついける？あ、俺あんまないんですけど。そういうの。いや、でも、うん、あるんですよ。ある？ある。なんかグラブだけでも楽しいよと。そうですね。なんかスピンとかさ、やってもさ、結構難しいとこあったりするやん。なんか、あ、へこむなみたいな、できねえなみたいな、ちょっと他のグラブもやれたらもっとかっこよく飛べんじゃねえみたいな。なるほど。それをやっていきたいと思います。お願いします。じゃあ先行翔神くんでお願いします。じゃあ俺カメラマンやるんで。はい。何のグラブある？そもそも。チキンサラダとか。いや、わかんないっすね。あるっすね。シートビーフとか。とかシートベルトとか。ヤス、ブラディドラキュラは？いや、それ俺やりたくないです。なんでなんですか？グラブがちょっと左肩がちょっと。そうやね。実は去年ね、なんかちょっとした企画でやろうっつってやったらピキってなって。スモールでやられましたね。で、そこからその企画やってないですよね。それボツになった感じ。ボツになって今日なんですよ今。さあ、自信のある翔神くん、一発目はまあ、あの手堅く決める。そうですね。やつ何？タックニーとか。タックニーインディ？そうっす。あ、いいね。ちょっとスタイル出る感じですね。はい。かしげております。チーン。お、お、どうだ。どうすか今のは、まあ、まあちょっとひねりました。ひねった。あのバックサイドシフティ入れてました。セールクイッとやるとかっこいいかなっていう感じだよね。あ、味付けだよね。味付けです。あはははははは。翔神あれ何だったの？あれはスライドして抜けてグラブするっていう。あ、そのまま行こうと、はい、思ったっていうね。まだ、いや、なんか謎に滑ってったなみたいな。ストレートでまくられたなこいつみたいな。いや、違うんですよ。あるんやね、ちゃんとね。あ、そうなんですよ。あ、オッケーオッケー。じゃあちょっと俺もえいって言ってみるわ、ちょっと。はい、行きましょう。ドラキュラ見せてもらえるそうです。難しそうですね、やっぱめちゃめちゃむずい。いやーてか、まあ1回目なんで、そんな普段やらないし、なんかゲレンデとかでも使えてやって飛んでったら、今練習しとけばまあそうだよね、冬行きます地形とかでね。めちゃめちゃいいわ。かっこいいかな。かっこいいかない感じです。かっこよくやる人もおるもんね。でもね、ですね、うん、やりたいですね。どう？いや、ちょっとあの画面越しだったんで俺よく見えてなかったんですけど、いや一応掴んでグーンって言ったから。グーンって言ってましたね。アーユルベーダーって感じ。ヨガのアーユルベーダー。あー、なるほど。太陽礼拝みたいな。いや、よかったと思います。ちょっとまた
したがいい。いや、かっこいいかどうかわからんけど、多分俺がやることだから多分かっこいいとは思うんだけどね。そうっすね。まあ、若手には負けてらんないんで。そうっすね。画面越しちゃったけど、斜めって落ちかんかった？なんか分かんないですよ。うわっ、掴んどるけど、掴んどるけど、シートベルト対決になります。シートベルト対決に最終になったな。あいつ変な逆さまな土地取るから。俺負けねえぞ、あいつに。頑張ってください。勝負しとるかも知らんけど、俺の勝負みたいな。そうですね、勝手に。ハハハハ。いやー微妙でしたかね。今のは納得してないっす。ないよね。おい、かったー。いや今の納得してたらちょっと違うなと思って。はい、ちょっともう一本行こうよ。そうです。俺右手で掴まなきゃいけないのに左手で掴んで、あ、掴めてるっつって全然違ったわ。違う技になってました。ちょっともう一回お願いします。最後泣きの一回決めてください。やったぜ。完全やられた。庄司も分かったけど。やったわ。庄司ありがとう。ラーメンごちそうさまです。あれ、そういうのはあります。大学生からラーメンたかるってやばすぎやろ。いやー、てかこんな5回か6回やったわ。結構やりましたね。下手くそすぎるね。いや面白いですね、比べ。いいですね。なんかごめん、最後俺の勝ちで気持ちよく終わるチャンネルになってしまって。いやごめん、俺のチャンネルだからごめん。はい、じゃあすいません。じゃあすいません。じゃあありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、またセッションお願いします。はい、ナイスグラブたくさんあったんで。浅井さんも、あざした。でも俺ら今こうやって言っとるやん。はい、多分2、5ぐらい多分。あれ一番決めてる。今度ラーメン行きましょう。お願いします。白馬このアウトプットアウトプット白馬なんとかベース、はい、とかベース、ね、若い子たちでねやってもね、はい、まあ、来年めっちゃいい映像作って、うん、ちょっと大阪以外でも試写会できたらいいなと思ってるんで。おすごいね。まあ、なんかアウトプットのインスタ多分ここら辺に貼ってくれてると思う。あ、そうやね、もちろんもちろん、はい、もちろん、はい、と僕のフォローしてくれたら、はい、フォローお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れっす。